インドラバルバン四世は、チャンパ王国第七王朝の第五代国王。創氏では、セリタバンクレビカン、総会洋修行では、セリタバンと記される。982年に、ハジムカン率いる前例長代、クエツ軍がチャンパに侵攻し、パラメーシュバラバルマン一世が戦死すると即位した。インドラバルバン四世は、王とインドラプラを脱出して南方に逃れた。 983年1月17日、僧に剣士して、像を剣上した。大僧は像を、甲州で蓄養するように命じた。同年10月9日にも僧に剣士して、純像を剣じ、大僧は、と開封近くの燃料県で蓄養するように命じた。985年3月18日、インドラバルマン四世は、バラモンキンウターサオ僧に剣士して、流納。 大米、増下、腰濁布を堅持、大区越の侵略を訴えた。大層は両国に睦まじくするようを下した。インドラバルマン四世が南方に逃れている間、安南人の流通義衆が権力を握り、インドラバルマン四世が死去すると、戦場を称した。ありがとうございます。